沖縄は、江戸時代に書かれた随筆、前編、後編を合わせて、全200巻。京都庁奉行所のより木を務めた、上沢渡光が、曽祖,祖父以来の蔵書や、先行文献、風文や、自身の見聞、体験をもとにした、膨大な書資料からの抜粋、小写しを含む編著。書資料からの小写しに、定官自身の批評や解説が加えられているものも、多い。 室町時代末期から完成3年までの約200年間の歴史的事実、人物、法政、裁判、文学、伝説、宗教、道徳、風俗、地理、経済などが書かれている。人物の中でも、織田信長やと与富秀吉、歴代徳川将軍といった天下人、将軍のほか、領主、大名、旗本から、戦国武将、兵卒まで、 武家が多く描かれている。他にも、皇室役業、僧侶や神職、学者、儒者、医者、芸能家、芸術家、茶人、ごうちに、騎士、農民、職人、商人まで、老若男女を問わず、あらゆる階層、地方の人々が登場している。当時の人物や事件、世相を描いたものとして、多くの人がこの随筆の記載を引用している。 明和9年4月の序文をもって、全編100巻が成立。徳行が75歳の時に消失本番が作られ、後に100巻が作成されたが、天明8年正月の京都の大火で消失。その後も編日は続き、完成3年6月、徳行が82歳の時に後編100巻が完成した。沖流は、写本として成立した後、以下のような半本も作成されたが、 各本には収録されている話に際がある。火永四年、池田通り亭の皇帝本前後巻。全体の一部のみ収録。活字化され、続帝国文庫50編、日本随筆前集第15巻に収録されている、近藤便上編、あり草書収録明治38年地金、吉方皇帝本夫人御社老本、富岡鉄祭所蔵本。 京都府立図書館本を合わせて肯定したもの、昭和6年、関根正直、和田秀松、田辺勝也監修、日本随筆体制編集部編、日本随筆体制11巻、12巻、13巻、明治38年版を元にしたもの、昭和45年版、明治38年版を4冊にまとめて復刻したもの。新紙景館解説他に、国立国会図書館蔵上の本、 日本沖慰がある。随筆体制本などと重複するところが一部あるが、内容には相違がある。森尾外の高瀬船や大津渡る小江門の遺書は沖慰を素材としており、菊池博士の入れ札もこの著から着想を得たと推定されている。元になったエピソードは下記の通り。上記のうちろは弁から、 春代独語の左列の書と、旧古都録の十二冊は、池部義方皇帝本からは、冊数が膨大なことと他の観光物にもよく見られる、ことから、改めて収録する必要はないとして除かれている。1978年版、日本随筆体制でも、同様に省略しているが、巻十三の武田勝頼の城に付する張り紙、三十五の天竺特米ごとの城、 名は9年の次女、安永8年の名ばろ堂の漢文書のほか、友の光景、西山節祭、同人館主人館、総長務の女を本国している。ありがとうございます。